静岡での公演は4年ぶりということなんですけれども、はいうん、静岡のファンは待ってました。<laughs> うりえ僕も来たかったです。静岡本当に静岡美味しいものとか、<laughs> <っ>自然もいっぱいで、もうすごく大好きな街で、うん、昨日もあの初めて人生で初めて爽やかに行ってきました。本当 <laughs> ですか？美味しかった。あんま。 原骨ハンバーグすっごい美味しかった。これが静岡のソウルフードかと言いながら、はい、噛み締めてまいりました。牛100%、えー。ファンタジーオンアイスイン静岡、4年ぶりに帰ってきました、えー。4年前からさらにこうレベルアップしたスケーターたちの演技がエコパハリーナで見ることができます。皆さんぜひ会場に足を運んで見に行ってください。えー、頑張ります。